気をつけるの。自分の好きなように準備して。わかりました。5% でまだ取れるんだよ。あの利根川でも渡れるんで、その点そこにいてくれと。なる時点でも無料持ってくるわけで、俺が1日20キロ20匹ずつさばいてほしい。やってとっとと蹴ってくれてたらさ、そういうわけにいかないんですよ。全部さ、こうやったりさ、で音声がいるとかも、それでこんなペリカンくんかって言ったの、カンペ、おじさん、悪いけど、セールはありません。で、じゃあお前ら12、3人の弁当ね、12個買ってくれてたら、はい、わかります。でも、おやさん、テレビ見てたらね、サルのことやったら食うからって言うんだよ。短いやなんて思ったわけ。防衛されたら、次のにもう9時頃から待ってるんだよ。やれよ。俺も高級マンションね。高級マンション。だから高級マンションも同じとあれなんだよ。つながりがあるんだよ。ストーリーとして面白いよ、これ。ね。流れとしてはね。あの、取るからあるんだよ。自分で熱狂できるんだよ。100円パーキング。そっちは100円パーキングなんだ。なんで聞かないかなと思うんだよな。田舎、おじさん、どこ駐車場はって言うんだけどさ、絶対聞かねえよ。うろうろ、うろうろしてんだよ。何が自分の名前で住所は。ああ、好きな人に言ってくれる。家で行くの、こんちゃ入る。来るぞ、絶対。ないないない。なんだ、あのお兄さんはなんてさ。実演だよ、実演。いや、骨はいいな。いい、これは骨はいいよ。これ絶対当たりだよ。これ唐揚げに、これはいいよ。焼くのもいいけど、あ、これはうまそうな、あのきつね。そんなことはねえよ。
一緒に回ってました。はい。ゴルフは4人の会社。なんかね。小峠って知ってる。小峠大好きだからテレビで出る時にめっちゃ似てる。小峠は俺の大ファンなんだよ。で有吉ゼミでさ。うわ。いや。やきしてるでしょ。あんたら都会じゃねえだろ。フワちゃんどうすか。ずっと飛んでて、あ、ずっと同じです。関係ないんだ。面白いだろ。最近だろ。最近。そんな道ありゃしねえよ。車で撮ってきたい。外でさばいてるのに。だから神社ずっと何か見るんだろ。俺一度ね、うん、うなぎ食ってるから。いや、本当にそうですね。本当に良かったねって。群馬行く人いたらお連れ来りますよね。お前どっから来た。身は全然大丈夫なんですけど。あの、火、火力が弱いんじゃねえか、俺。もっと強くしたら、油、高温じゃねえと、骨上がんねえよ。あ、そっか。うん、だから高温で、ボロボロ火もしちゃったら、火にさ、はい、油に火が入るぐらいのが一回転になるもんだから、絵的にはさ、俺すげえと思う。燃えちゃうとわかんねえけどさ。まあそうですね、そう、燃えちゃうかなと思って。燃えるかどうかのところがいいんだもん。まあそうなんですけどね。食べていいかな。伸ばします。いただきます。はい、ちょっと待って。あ、いいです。ワンタジーに来てます。いただきます。焼きとまた全然違う感じです。うん、初めて。まあそうですよね。初めての感じ。こういうじゃなくてところの家具屋の娘。へぇ、新潟なんだ。新潟の、お前と同じ新潟美人。お前は相模原美人なんだ。そうなんだ、ね。何で知り合ったんですか。おだからさ、これにしたの。いや、これもいいよ。いいですね、おきれい。なんか普通に白く染めてるのと思います、逆に。ごちそうさまでした。ありがとうございました。今他に何狙ってるものがある？